リッキー・ネルソンはアメリカのミュージシャン、俳優、リック・ネルソンとも呼ばれる。本名はエリック・ヒリアード・ネルソン。ニュージャージー州ティーネックでバンドリーダーのオジー・ネルソンと女優のハリエット・ネルソンの次男として生まれる。兄のデビット・ネルソンは後に俳優及び映画監督となる。まだ10歳にも満たなかった1949年より、ネルソンは両親及び兄ともにラジオ番組、 ザードベンチャーズオブアジー f Azzy a n に出演し、同番組は1952年から1966年までテレビで放映された。また、個人としてはオムニバス映画三つの恋の物語に出演している。さらに、ネルソンはロックンロール歌手としても活動。1957年4月に初のシングルを発表すると収録されていた2曲が両方とも 全米トップ5入りを果たした。1958年には、プアリトルフールが全米1位を獲得。ネルソンは、1950年代末期以降は、俳優としても活動した。1959年には、リオブラボーで6年ぶりの映画出演を果たし、さらに1960年には、映画、南太平洋ボロ戦作戦で、準主役として出演している。 1961年発表の6作目のアルバム、リック・イズ21以降、ネルソンはリック・ネルソン名義で音楽活動をするようになった。同アルバムからは、シングル、トラベリンマンが全米1位を獲得したのみならず、B 面のハローメリー・ルーも全米トップ10入りを果たした。1962年は、ヤング・ワールドとティーン・エイジ・アイドルがヒット。 1964年には、ホーユーが全米6位に達するが、その後の1960年代後半は、シングルヒットに恵まれなくなる。1960年代後半になると、カントリーに傾倒し、その後、ストーンキャニオンバンドというカントリーロックバンドを結成。ストーンキャニオンバンドを従えて行われた1969年12月13日の公演には、後に、 イーグルスで活動するランディ・マイズナーがバンドの一員として参加した。1970年にはウィリー・ネルソンの楽曲を取り上げたアルバムリック・シングス・ネルソンを発表。1971年のアルバムルディ・ザ・フィフスには再びマイズナーが参加した。1972年にはアルバムガーデン・パーティーからのシングル思い出のガーデン・パーティーが 全米6位のヒットを記録して、ネルソンの生涯における最後の全米トップ10シングルとなった。1975年、キース・ムーンのソロアルバム、ーサイズ・オブ・ザ・ムーンにゲスト参加。同年には、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星を獲得した。1981年、キャピトルレコード遺跡第1弾、アルバム、プレイング・ツー・ウィ・ーン発表。 純粋な意味での新作スタジオアルバムは、これが最後となった。1985年12月31日、チャーターした、飛行機 DC-3 で、アラバマ州ガンターズビルから、テキサス州ダラスへ向かうが、飛行機事故によってネルソンは45歳で死去。さらに、この事故によって、ネルソンの当時の婚約者、バンドのメンバー4人、バンドのロードマネージャーも死去した。 死後の1987年にロックの殿堂入りした。1963年に女優のクリスティン・ハーモンと結婚し、4人の子供に恵まれるが、1982年に離婚。長女のトレーシーは、まだ5歳にも満たなかった1968年に映画デビューし、1980年代以降は、女優として多くのテレビ番組や映画に出演。 双子の息子であるマシュートガナーはハードロックバンドネルソンの中心メンバーとなり1990年に発表されたデビューアルバム After the Rain がミリオンヒットとなった。日本語表記の併記されていないアルバムは2011年11月現在日本未 CD 化ありがとうございます。